この右中間を破るタイムリーツーベースということなんですけども、塁上の安田に対して吉井さんがごめんというふうなこのシーンでしたが、ジジさんいかがでした？これもうね、名シーンですよ、歴史に残る。こんな監督が試合中謝るなんて見たことないです、はい、今まで。これでバントのサインなんか出しちゃってこんなことやる監督いないですよ。なんか人柄現れますよね。現れますね。選手との距離感をね、いい距離感近いっていうのを感じましたよね。どうですか、ジジさんは今までもいろんな監督とやったと思いますけど、謝られたことありますか？ないですし、今までこんな監督見たことない。時代が変わったなと思いましたもん。